Google 何歌何歌は、Google の中華人民共和国でのブランド名。Google チャイナ本部北京市、聖火サイエンスパークの旧 Google オフィスビル Google ローカライズ製品、Google をトラックリリースイベント Google チャイナは、Google の子会社であり、かつて人気のある検索エンジンであったが、Google チャイナが提供するほとんどのサービスは、中華人民共和国のネット検閲システムの、 グレートファイアウォールによってブロックされている。そのため、2010年に Google モバイルを含むすべての Google 検索サイトを中国版から香港版にリダイレクトによる提供をしていたが中止された。2013年11月までに検索市場シェアは2009年8月の36.2%から1.7%に低下した。 米グーグルは中国への検索事業を再参入する計画が進められていたが中国再参入を事実上凍結することが分かった中国への再参入を断念したわけではないという2006年4月12日に中華人民共和国の北京市で開かれた記者会見で発表されたなお中華人民共和国では他に歌と表記されるがこの場合の国は 国の艦隊時に相当する。なお同国内では中国共産党政府による検閲が行われていたが、これを Google は遵守したために検索結果に中国共産党の主張に反するサイトは表示されなかったことから表現と報道の自由が保障されたアメリカの政府やマスコミから大きな批判を受けた。2008年5月12日に発生した 四線を自身における全国相当日期間中、モノクロを基調としたデザインに変更された。また、5月19日には、全国一斉に黙祷を捧げたので、その瞬間のユニークアクセス数が10分の1になった。2009年、Google の中国内でのシェアは33%であり、一定の定着を見せた一方、シェアトップの100度には大きく離されており、ビジネス的には失敗だった。これは 検閲が実際には100度に有利に働き、外国企業のシェアダッシュを阻害する不平等な保護主義であったためである。一方、国境なき記者団ら人権団体は、Google は中国の人権を侵害する検閲を受け入れることで、巨大な中国市場で膨大な利益を得ているといった、利益を過剰に見積もるフェイクニュースで Google を攻撃し、世論もこれを信じていた。 2010年1月12日にアメリカのグーグル本社は中華人民共和国を起点とした同国の人権活動家の Gmail アカウントなどを対象とした大規模サイバー攻撃があったことを公表し言論の自由が脅かされていることなどを理由に今後中国共産党政府による検閲を受け入れない方針を発表したさらにグーグル c n の閉鎖も視野に入れ 同国政府との交渉を行った。しかし、検閲なしの検索サービスを行うことを、同国政府に求めた交渉は決裂したため、2010年3月22日に Google CN を停止し、検閲を行っていない同国の特別行政区である、香港版の Google.com HK に自動でリダイレクトする処置をはじめ、2010年7月頃から Google CN の検索窓は香港版へのリンクとなり、翻訳などその他のサービスと工業情報株部の ICP ライセンス登録番号のリンクがある。米グーグルは中国への検索事業を再参入する計画が進められていたが、中国再参入を事実上凍結することが分かった。中国への再参入を断念したわけではないという。中華人民共和国内における Google の事業である谷歌は当初は中国共産党政府による検閲に協力し中国政府の主張に相反するウェブサイトは表示されなかったためアメリカ合衆国議会による公聴会で批判されていた Google ICP パイテラシ批准権投入無期限付け技佐賀関常 http://it.sohu.com/.20070619/.n250654264.shtml2017 年2月3日閲覧。ab, Google, 中国語名を、谷歌と命名。その意味は日経エクステック2020年2月4日閲覧。 グーグル対中国に続報。香港版のリダイレクト提供を中止へグーグル。中国再参入を事実上凍結個人情報保護に。課題グーグル中国的広客申し。送金が、適品、技わはわ文化。グーグルネット覇者の真実。阪急コミュニケーションズ。P458 ページ。ISBN 978から4から484111162グーグル。 中国から撤退か、Google、CN 閉鎖の可能性も Google、中国からの大型サイバー攻撃に、中国市場撤退も Google、中国の検索サイト停止、Google、中国再参入を事実上凍結個人情報保護に、課題。朝日新聞デジタル。https、w w w a s a c i c o m articles、アスルドル 3dg1 ルドルビー00。 h h t m l 二千二十年七月五日、閲覧。米光町会、ハイテク大手四社、中国政府の圧政に、カタを追求。ワイヤード、http コロンスラッシュスラッシュワイヤード .jp スラッシュ二零零六スラッシュ零二スラッシュ一六スラッシュ米光町会、ハイテク大手四社、中国政府の圧政に、カ、二千十六年三月十五日閲覧。ありがとうございます。